皆さんおはようございます。6月7日金曜日のウェザーニュースライブモーニング、担当は小川千奈です。引き続きよろしくお願いいたします。さてモーニングなんですが、ちょっとねこんなダークな始まりとなりました。ここからは ありがとうございます、ワクワクということで、今日はですねちょっと優しいスタッフさんの素敵な計らいによって振り返ろうということになりました。ちょうど今霧のいいところまで行ったので、昨日で近畿エリアが終了して、続いて32回ということになるんですが、ここまでね振り返っていく時間を作っていきたいなと思いました。最近見始めてくださった方もいると思いますので、最初どんな感じだったのかっていうのを振り返っていきます。ということで見ていきましょう。なんか妖怪すごいですね、スタッフさんがこのね特に時間のないモーニングの中でまとめてくださって、全部で31枚あるみたいですね。はい、やっぱり途中でホワイトボードを新調していただいたのでホワイトボードが綺麗になっていったっていうその進化具合もぜひ確認していただけたらと。わお、so many now! すごいすごい、嬉しいですね。皆さんこうね、先ほど私の投稿に返信していただく形でアンケート取ったら、皆さん本当に個々それぞれ印象に残った妖怪さんが多いみたいで、やっぱり私は一番書くのを苦労したのはソロバン坊主さんなんですけど、京都のねソロバン坊主さんはとにかくソロバンを書くのが難しくて、番組前に苦労した覚えがあります。あと皆さんに人気だったのは波小僧さんとかですかね。静岡の波小僧さんだとやっぱり本田さんとご一緒した時に、現在のこう予報技術だと波のねこう予測技術どんな感じなのかっていうのを詳しくお天気と絡めて解説いただいた思い出があります。波小僧はねなんかこうサザエさんのカツオくんっていうコメントが非常に届いた記憶があって、本当に全部それぞれね思い出が深い妖怪さんたちがいっぱいです。静岡県ですね、波小僧カツオじゃないんですよ。水木しげる先生の波小僧のイメージをちょっとねそのまま真似するわけにもいかないなと思ってオリジナルで作ったんですけど、やっぱりこう坊主というだけあって、あ、茨城県の方日和坊は今日お休みということで曇っているのでね、日和坊にはちょっと出会えそうにないかなと思います。あとは昨日のキノコちゃんも盛り上がりましたし、もうそれぞれね語ることができるぐらいには思い出が詰まった妖怪さんたちでいっぱいです。イワナ坊主さんっていう回答もいただいていたり、あとはやっぱり砂掛けおばあさんっていうコメントもさっき届いていましたけど、いろいろね回答結果もこの5分の間で拝見しました。で皆さんもそれぞれね妖怪覚えていただいてありがとうございます。雪女もよかった、山形県ですね、ありがとうございます。皆さん、あ、そうなんです、このソロバン坊主、私はもともと好きな妖怪さんなんですけど、このソロバンを書くのに苦労したのでよりね思い出に残っていました。ちょっとこうね奏でている感じのソロバン坊主さんでいや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 恐縮ですね、皆さんどうですか、コメントでぜひ印象に残ったのをお寄せください。鉛筆もねこんな感じで、はい、これがこう皆さんからカツオカツオとコメントが届いた波小僧さんです。あ、着てくれます、え、着てくれるんですか、 T シャツ、あ、うちの子に似ている。今スタッフさんがこのカツオはって言いました。カツオじゃないです。本当ですか、 T シャツ着てくれます、じゃあスタッフさんも着てくれます、絶対デジタル図鑑販売希望、嬉しいですね、そんなに気に入っていただけるなんて恐縮です。あ、買うなら送り犬一択、大丈夫ですか、転んじゃうと大変なことになりますけど大丈夫ですか
送り犬の前で転ぶとちょっと大変なことになるので、それをね、もし転んじゃったらおっと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 ってこうね、わざとしゃがんだふりとかしなきゃいけないんですけど、ちょっと飼うにはね大変そうですね。送り犬さん、ちょっとね普通の犬ですよね、長野県の送り犬、難しかった。こうね、正体は狼とも言われる説もあるんですけど、送り犬人気ですね。送り犬っていう回答も確かにさっき見ました。皆さんどうですか、何が印象に残ってますか。いや、ここまでなんかね積み重ねてきたんだと思うと、あ、ホワイトボードがねえ歴史を感じるますね。長野県の送り犬ということで、こちら、本当ですか、優しいですね皆さんあ、塗り壁楽しみ、あ、まだでもね、あの出るとは言ってないですからね、塗り壁。ただ飯島さんの前の職場でのあだ名が塗り壁だったとご本人が解説中におっしゃってましたからね。いやー、どうなるかな。昨日もね、飯島さんは妖怪天気のフィードバックをくださったんですけれども、すごくね、ね、すごく毎回くださいますよね。そのなんか時代背景とともにこういうことが原因としてあったんじゃないかっていう、こう仮説もね立ててくださったりとかして、すごく勉強に私もなっています。長野県の送り犬もありました。いやーね、いろいろありますよね。あとなんだろうな、やっぱりこうね、どうしても水木しげる先生が今まで作り上げてきたものっていうのがすごく大きいので、もうこの先入観として、例えば砂掛おばあさんといえばもうあのイラストだとか、あと小豆洗いといえばもうあのイラストだっていうのがあるので、こうね、オリジナルで作るっていうのがすごい苦労してるんですけど、それで言ったらやっぱりこのね、小豆洗いさんですかね水木先生だとこうおじいさんの妖怪とかだったりしますけど、小豆洗いは私はオリジナルで男の子にしたんですけど、なんかそれも結構ねコメントが来ていたような気がしますねいやー、いろいろあるな。先日ね、北海道と青森は書き直したんですけど、ここまで本当にいろんな試行錯誤を重ねつつ、いやまだまだありますからね。砂掛おばあさんも普通のおばあさんにちょっとしてみたんですけど、あ、ねえ、このタイプ初めてですよね。なんとかこうオリジナルでできないかな、ってこう番組前に考えて、書いてたんですけど、やっぱり本当にね、もう、あ、くたべも可愛い、ありがとうございます富山県のくたべさんね。やっぱりこう仕事としてやっているっていうのもあって、何県といえばこれっていうのがだんだん私自身覚えることができて、あ、妖怪天気で妖怪に興味を持つようになりました、ありがとうございます、嬉しい。私もそれが本当に目的で、少しでもね妖怪に親しみを持ってもらえたらと思ってここまでやってきました。なのでね、こうあまりこう怖い妖怪さんではなく、どちらかというとね、あの悪さをしたとしても驚かすとか、あと昨日のキノコちゃんはお弁当を取っちゃうということでしたけど、それぐらいの悪さをするぐらいの妖怪に絞ってご紹介しているつもりではあります。はい、これあずき洗いですね。私のオリジナルあずき洗い書いてみました。あの、これはこれでタラちゃんっていうコメントが来たんですよそしてね、昨日のキノコちゃんはワカメちゃんって来て、なんか私こうね、サザエさんをなんかねリスペクトしているような感じになっちゃったんですけど、確かに言われてみればちょっとタラちゃんみたいですね。確かにこちらが私のオリジナル小豆洗いさんでしたなんかこうね、小豆洗いも今回新潟県としてご紹介したんですけど、前お話しした通りこうね、オールマイティーカードみたいな妖怪さんがいっぱいいるんですよ。何県にも全国各地にいるみたいな妖怪さんもいるので、それはね何県でも使えるということで、オールマイティーカードとして用意しているんですけど、今回は新潟県で使いましたが、その伝わる地点によっても小豆洗いさんの生態が違っていて、あ、こちらキノコちゃんですね、昨日キノコちゃん昨日すごい人気でしたね。
か葉っぱ帯あ、そうなんですよ。なんかコメントで結構葉っぱ帯っていただいていたんですけど、私実は何のことか昨日の時点では分からなくて、帰って調べたらすごくいい曲で、はい、当番組のお笑いのね、あの企画だったっていうことで、スタッフさんはねもちろん知っていたんですけど、私あなるほどと思いました。いい曲でしたね。しかもそれを聞いて分かりました。ポーズがなんかそういうことですよねなんかね、こういうことなんだ葉っぱだし、あ、そういうことなんだって昨日の夜調べて分かりました。あ、葉っぱ帯ってそういうことなんだと。で、いい曲でした。聴いてみたらすごくこうね、現代にこう必要不可欠な要素というか、なんかこんな曲欲しかったなっていう素敵な曲でしたね。今必要な曲ですよね、本当に。あ、葉っぱ帯ってこういうことだったのかとねはい、こちら昨日結構大盛り上がりだったきのこちゃん、昨日ね、あの小林リアナキャスターと引き継ぎだったので、兵庫県でこれで、はい、31回ということで近畿エリアが終了しました。ちょっとあの au ペイマーケットさんとの企画の関係で高知県もう突入はしてるんですけれども、それ以外は近畿エリアで終了ということで、この後ねまたどうやって進んでいこうか試行錯誤中です。あと16地点ですか。それこそあの今日のこのね、用意してくださったスタッフさんが以前お話しした妖怪天気の最初のね、原点の画像を作ってくださったスタッフさんで、いや今日こんなにしてくださっているとは知らずにもう感動しました。皆さんもね、皆さんですごくそれぞれ印象に残ったものを覚えていてくださっていて嬉しかったです。本当はね全部それぞれ振り返っていきたいんですけど、あ、広島県の方、中国地方楽しみ。中国地方すごくいるんですよ。だから逆に選ぶのが大変なんですけど、夏の間には全国制覇、うん、そうですね、それを目指していきたいと思っていますいろいろいたなということで、こうね振り返るとまたねしみじみとしみるものがあります。ぜひね、こんな感じで最初北海道から始めたんですけど、見逃したという方はこう切り抜きでもね、あの妖怪天気だけをこうプレイリストでまとめてくださっている方もいるので、そうですね、私の X の方にも画像、毎日詳細投稿していますので、ぜひ気になる方は振り返っていただけると、あ、私の件過ぎちゃったという方は何だったのかぜひご確認ください。ということで今日は以上、妖怪天気振り返りをしていきました。次回もお楽しみに。